徳山玉城は戦前から戦中に活躍した日本の声楽家、流行歌手、俳優。愛称は徳さん。日の丸更新曲国民新聞科1903年7月27日、神奈川県講座郡藤沢町の開業院の家に生まれた。開校したばかりの図書改正中学校を経て、1928年東京音楽学校声楽科を卒業。 武蔵野音楽学校の教師になったが、流行歌手として日本で初めて大スターになった佐藤千夜子のピアノ伴奏をした演で、1930年、ビクターから叩け太鼓で流行歌手としてデビュー。翌年には侍日本が大ヒットとなった。その後もルンペン説や四夜文子と共演の天国に結ぶれんなど数多くのヒット曲に恵まれた。 隣組、歩く歌など、国民歌謡からヒットした曲もある。一方、声楽家としても活躍し、ジョルジュ・ビゼのオペラ、カルメンのエスカミーリョが当たり役であった。ベートーベンの公共曲第9番の演奏にも、バリトンソロとして何回か出演している。昭和10年代前半には、古川六波一座に入り、ガラマサドン、東海道中膝リゲなどの舞台に出演したり、 シネオペレッタと呼ばれた音楽映画にも出演するなど幅広く活躍した。レコードとして残っているのは、ほとんどが流行歌だが明るく軽やかなバリトンで、小説などの方角的な発声法は全く使われていない。音楽学校出身の歌手としては珍しく、コミックソングも得意都市、武士、歌不や字、北など多数の傑作を残している。ルンペン、療養所、 盲学校などへの疑問活動にも熱心で、東京の盲学校で全盲の生徒に自慢の大の子服を触らせ、お相撲になっていたら今頃は双葉山を任していたかもね、などと笑わせたという話も残っている。1935年結婚し、藤沢町久下沼に新居を構えた。私生活面では、外見の合法来落差とは反対の昇進な、正確で、価値気な妻に、 頭が昇らず、かなりいじめられたが、友人たちには、さも楽しそうにそのことを話していたという。人気絶頂の頃の1942年1月28日、敗血症の試死去。万38歳ボー友人の古川六波は、舞台出演中に、徳山の不法を聞いて、衝撃を受け、弔問であたりはばからず号泣した。母書は、上皇寺。妻、 久子はに、1902年大阪府生まれ、母は女医。東京女子高等師範学校に入学するが中退し、音楽学校に編入。コップなどを使った創作楽器の演奏で活躍し、徳山久子のキッチン楽団はテレビ番組にも出演。高校の校歌の作曲や同様の編曲も手掛けた。また、モガの先駆けとしてもメディアに登場している。92年没。 とある。息子には、ジャズピアニストの徳山美がいる。すべて出演作である。ありがとうございます。